こんにちは。ちょい未来スクールのサンミンです。今回の動画ではですね、Bing のチャットと Rome Research をですね、一緒に使って記事をまとめていく方法について簡単に紹介をさせていただきます。で、今、右側にこういうふうにして、Bing のですね、チャットが表示されていて、左側に Rome のページが表示されています。で、ここからどういうふうに進めていくかということなんですけれども、例えばこちらのそのコンテンツがですね、どういう内容なのかっていうのがわからなかった時になんですけれども、これをこういうふうにしてハイライトをしますと、右側でですね、自動的に Pasted from Page っていうセクションが表示されましてですね、で、そこで What do you want to do with the text っていうその質問が出ますので、これに対して例えばなんですけれども、Explain っていうオプションを選択をしますと、その Bing の方でですね、今いろいろ検索をして答えを準備してるんですよね。で、ここで今 Searching for っていうことで Generating answers for you っていうセクションが表示されていますので、これがどういう意味なのかっていうのをですね、こういうふうにその答えのその文献と一緒に変えて切ってます。で、これに対してですね、この右上に More っていうオプションがあるんですけれども、こちらをクリックをしますと Copy っていうオプションがありますので、このコピーを選択をしてこちらに持ってきてですね、ここにこういうふうにして貼り付けますと、こういうふうにして貼り付けますと、チャット GPT とは違ってですね、この Bing チャットの場合は、文献情報もですね、一緒にこういうふうに教えてくれますので、後で、どこからこの答えをですね、持ってきたのかっていうのを調べることも簡単にできるようになってます。で、こちらでちょっと引用してですね、この引用した内容でちょっと見てみますと、The text is about the significance of the Gutenberg Bible っていう話になっていますので、こうのその本文の内容とですね、この Bing チャットからの解説を元にですね、そのご自分の言葉でこれがどういう内容だったのかっていうのをですね、まとめることができるようになっていてですね、こちらその上にあるプラスサインをクリックをしますと、こういうふうに自分の言葉でですね、コメントをつけることができるようになっていますので、例えばなんですけれども、The significance I just came to know the significance of the Gutenberg Bible. I just came to know the Gutenberg Bible and made abstract human thought communicable generally and rapidly。 で、これをですね、この Gutenberg Bible っていうそのものとですね、現在のこの記事の中で現在のですね、この人工知能の発展をちょっと比べてるんですけれども、それに対して、likewise, the new AI tech.likewise, the proliferation of proliferation of AI tech knowledge
The proliferation of AI technology has made great impact to the society とかですね。こういうふうにして、そのチャット GPT、Bing チャットでですね、教えてもらったその解説を、こういうふうにしてですね、その、ロームのページにコピーをして、そのコピーした内容とですね、この本文の内容に基づいて、こういうふうにして、その自分の言葉でですね、まとめる流れを簡単に作ることができるようになっていますので、まあ、ロームとか多分似たようなことはですね、もしかしますと、ノーションとか、そのとかでもですね、再現できるかと思いますので、まあ、こういうその使い方っていうのもちょっと参考にしていただければと思います。ありがとうございました。